15年のための楽パソコン講座なんですが、出演者について見ていきたいと思うんですが、まあ柴田理恵さんと、あと後でいいんですね。あと解散解解散ですが、解説講師がNHK 解説委員の中谷という人な、中谷秀という人なんですが、この人の説明はどうなんだろう。まあ自分が言いたいことを散々喋って相手の質問をさせないような、まあ当たり前のような質問をさせるような感じがして、好感、まあ、政治家みたいに自分が知っている知識を散々言って、で、次に話したらもう次のことをやるというような感じで、生徒とうまくコミュニケーションを取れないような感じがするのです。生徒から、まあ、生徒、この場では柴田理恵さんと麻藤海さんなんですが、この二人が、この中谷秀に NHK 解説員に、どれだけ質問できるのかというのが興味がありますが、まあでもずっとこの人が独りよがりの説明をして終わってしまうような感じがしますが、もっと他に講師いなかったのかなと思いました。